はい、どうもこんにちは。あずきガムゲーム実況チャンネルです。今日はね、まあ、ドラゴンクエストライバルズの方やっていきたいと思います。まあ、前回ね、プレイングが下手すぎるということでね、煽られてはいない。アドバイスをいただいてね。いや、爽やかな言い方。まあ、それで、まあ、テンポゼシカの方ね、プレイング、まあ、2回ね、撮ったんですけども、まあ、そちらの方でね、まあ、撮ったんですけども、まあ、それはね、当たり前ですよ、うまくできて。まあ、批判的コメントが多いかもしれませんが、今ね、同タイミングで撮ってて、コメントとか全く見れてない状態で、次の動画撮ろうと思ってるんですけど、まあ、おそらくそんなにプレミア自分でしてる感じはしなかったんで、大丈夫かなと思います。で、まあ、そりゃね、テンポゼシカ使って、もうずーっとやってたら、そりゃ上手くなりますよね。まあ、そりゃそうだ。まあ、問題はククールですよね。あのククールですよ。ということでね、まあ、ククール。あの時は正直言い訳させてもらうと、1時間半ぐらいずっとね、喋りながら動画撮ってて、正直ね、集中力切れてたりとかして、普段じゃありえない行動をしてるっていうのは、ま、多々ある。いや、ボンミスしまくってたのもわかる。いや、でもね、本当は違うんだぞってところをやっぱ見せようと思ってね、まあ、ククール、使っていきたいと思います。これでランク下がったら嫌だな。ククールパイセンね、久々ですね。ククール、あの動画から俺ククール使ってないんですよ、怖くて。テンポゼシカ使った方がいいんじゃねって思ったし。ということで高校、なるほどね。まあククールで高校はそんなに意味がなさげ、このままで良さそうだな。でもびっくり、これでザオラルのアドバンテージはなくなったけどね。うわ、速攻ですな。早い。オグラコス、ちょっと重いかな。相手がゼシカ。これアグロゼシカって言われるやつですね。僕の一番嫌いなやつ。強いんですよ、これ。攻撃力上げ、なんで攻撃しなかったの？あ、ククルだからか。理解。MP が足りないぜ。あ、ごめんなさい。MP 足りなかった。まあ、これは、まあ、ドロー、しとこう。これ、いつもね、欲しいって思った時にドローできないっていう悲しい感じになるんでね。この子ワタボ、やっぱ即時ドローの方が使いやすいですよね、笑い袋みたいに。お、攻撃をしてくる。さっき止めたのはなんでだ。おむつっこり、ちょっと怖いかなって思った感じか。で、まあここなんだけど、これどうしよっかと思ったんだけど、ここは盤面有利にしとくのが強そうなんで、これ出して、これで、ワタボウも残して、で1点のところ、これ回復してもいいんだけど、どうしよっか。回復する、まあ、しなくてもどうせ変わるな。しとこう。癒しの波動、一応次4コースなんで、呪文使うとは思わないんだけどさ、一応呪文で取られるの、0コースの呪文で取られるのを嫌って今回復しときました。ただアグロゼシカに入るかどうか俺知らないです、0コースが。メラーズウォーマーが入ってるのは知ってんだけどね。ここで優位盤面、おお、再び笑い袋、なるほど。ドローしてるってことはこれ呪文集めてんのかな。意外と、お、これ予想外。俺のターンだ。まあもちろんこれも、まあ、このデッキ相手にはね、普通にまともに戦ったら負けるんで、まあ、全部処理、全部処理、残さないっていうのがもう大切。攻撃食らったらダメ、もう呪文以外の攻撃は食らわないぐらいのイメージでやろう。うん。そしてここでライバーン引けたのはでかいですね。ただライバーン出してもしょられちゃうよな、これ。回復、あー、その処理か。いや、これは仕方ないね。まあ、相手にドロー一回させなかったと思えば。そしてこれじゃあ、メラゾーマじゃ処理できないから。まあまあまあ、悪くはないかなと。ドローヌーバー、ヌーバー先輩。はいはい。さあ、どうするかな。ここはね、なるほど。
なるほど、そうきましたか。これヒューザでもいい気がするんだけど、裏ヒューザ出しとけばワンチャンなんかできそうじゃない、いろんなこと。そろそろ勝負を決めるとするか。特に攻撃してもしゃあないんで、このまま面を殴らせていただいてターンエンドと。私のターンね。これでヒューザが残れば、まあ、ヒューザ強化していくのもいいし、多分よしよしよし、呪文使ってくれたらでかいから。この世の終わりってわけじゃねえだろ。おお、出てくるな。これ1点残っちゃうのが辛いよね。おっと、ってことは1コスの呪文で、なんか1コスじゃない、ゼロの呪文で破壊する感じか。残すはないでしょ。おっと、そのメラ、あ、減るのか、ダメージ食らってるキャラが。そういうことね。行こうか。一応ね、回復できるってやっぱ強くて、これ迷うところですね。本当にこれ本当に迷う。これ次の動き考えたら、サンコスのテンション上げの天使の守りを、これ天使の守り打つのありじゃね、これに。そしたら全部止まる動きが、こいつダメージ食らう。あ、いや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 、それはナメペ。これこのままのターンエンドだな。これライバン出してもよかったな。ライバンに天使の守り打ってもよかったかもしれん。はいはい、まあ、呪文使ってくれるんだ、こんなに。ふめ、これ予想外だな。この人結構呪文使うな。わたぼう、はいはいはい、まあ、次これがあるんでね、俺には食らっても回復できると思ってます。まあ、でもさすがにこれは、まあこれはこれさすがにこうだね。回復しよう、これで。うん、回復だ、ボンと。まあ、これで悪いアドバンテージは消させてもらおう。そしたら422で、次は422回復ですね。まあわかると思うけど、ガチャコッコ、まあ、ガチャコッコは打つよな、こりゃそりゃ打つわ、強えもんガチャコッコ。まあ、ガチャコッコは取れますね、これ簡単に取れるんで。あ、ベリアル取られちゃうか。ベリアルどうすんだろう、本当に。あー、やっぱ取るよね。残り4コス、モンスター出せ。よし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 、そいつは全部俺が勝利してあげる。さあどうするかな。おお、サイレス引く、まあ、関係ないか。ウォンバット、まあ、ボンバット、ちょっと待って、一旦落ち着け。これで回復だ、いけー、癒しの波動。これで装填されたんでね、弾が。これ相当1回2回3回微妙、出る手はないみたいだな。竹槍に飛ばなかったぞ、竹槍に飛ばなかったぞ。まあ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 、これ処理するのは大変だ、どっちにしろ。あ、そうだね、これ処理するの大変。グラコス、どうしよっか、グラコス対面か、微妙いなこれ。マジで指導欲しいな。まあでもまだまだまだってか、全然どうにかなる。はいはい、あー取るね、はいはい、取ってくれるのは全然嬉しい。問題ここをどう扱うか。おお、指導引く、指導引いたんだったらこれ指導
これ普通に指導でいいか。少しでもダメージ通したいけど、どうしようもないね。このまま指導でいくか。全部残んないもんね、綺麗に。よし。じゃあ指導置こう。ここに置こう。まあ、指導で掃除させてもらって。で、まあ、これで攻撃を入れて、ターンエンドと。まあ、かなり、グラコス相手の指導は強いからね。それだけで。こうなるとね、結構勝ちやすいんですよ。ゼシカで、まあ、交番まで行っちゃったらきつい。本当に。まあ、その処理は仕方ないね。なるほど、綺麗に処理されちゃったってことか。どうするか。ここをどうするか。ベホマ引く。これ、ゾーマもありだけど、やっぱ数で勝ってるんだったらアドバンテージ生かしたいんで、グラコス行きましょう。今テンション上げで、こうなるとね、数で圧倒できるとだいぶ有利。回復、まあダメージククルが回復しきっちゃうとまずいけどね。ゾーマは弱いし、アンルシアでもよかったかもしれないけど、アンルシア出したところでだもんね。これその先がなかったんで、やっぱこれでいいと思います。ふむ、なるほど、出してくね。まあ、1を取ってくる。指導とゾーマの交換、指導とグラコス、それは全然アドですね。残ればアドなんだよなっていう、この適当さ加減は俺らしいですね。で、ここからどうするかなんですけど、ゾーマ置くかどうか迷うけど置きましょう。で、これ理想は、ゾーマに天使の施しを打ちたいんで、それを、狙うためにこれは取らなくちゃいけなくて、これの取り方をどうするかで迷ってるんだけど、まあ、これで取って、これで破壊して、こう、ホイミスライムも邪魔なんで、ホイミスライムも取らせてもらって、まあ、これでターンエンドと。さあ、行くわよ。だいぶ、これでゾーマを処理できないと思う。まあ、メラゾーマしか撃つのないからね。無理でしょ、手札2枚じゃ。よしよしよし。アンルシア。アンルシアはいいのか？あ、アンルシアされても。これでも食らいなさい。あ、アンルシアは大丈夫ですね。アンルシア大丈夫です。サイレスがここが生きるんですよ。逆を言えば。どうするかな。ザキも引く。さすがにここはサイレスで攻撃力戻して。で、天使の施しも打たせてもらうの。まあここは今日、これはナメプ的なところはある。 23? まだ23あるの。じゃあ攻撃で、まあ施し打ったところでなんで、ザキもあるし、まあなんだかんだ大丈夫なんで、これでいきましょう。このアンルシアを残してあげる優しさ、バファリンのような男ですね。まあダメージ、さすがにこのターン死ぬこともないんでね、安心して。おお、1点残し。なるほど、ゾーマ出てくる。危なかったね。まあゾーマはくくる相手には弱いんですけどね、どうとでも返せる。まあ、でもこれ結構危なかったかもしれないね。うん、まあ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 っていう感じなんですけど、ザキ、まあやっぱゾーマは処理させてもらう。なんならこっちのゾーマ復活さえ思ってるからよかったんだけど、これでとどめじゃい。よーし、ゾーマを並べるっていうのも楽しそうだったけど仕方ない。
よし、勝ちました。プレミしてないはず。一応、一戦だけだと、まだ、ダメだなって思うんで、もう一戦。いつでもいいぜ。ということで、続いての試合。サースケさん、アリーナのサースケさん、よろしくお願いします。まあ、同じプラチナ4ということでね。まあ、さっさとレジェンドに上がりたいところ、そして全部いらん。ふむ。まあ、ワタボーは引けん感じか。まあ、ライバンを引いときたかったんですけどね。ライバンも引けず。これアリーナ、速攻だよな、きっと。アリーナは強いん。やっぱ序盤である程度引いとかないといけないものは引けてないんで、現状そこが微妙いね。行こうか。まあテンション上げでしょう。なるべく長く生き残ることを考えて動きます。強いて言うならアリーナ動き遅いね。このアリーナ引けてない向こうもだったら、でもこれテンション上げだけでもいいような気がするな。まあ、次、いいの引けることを信じて出して攻撃しとこう。ここはね、次の動き考えたら微妙なところではあった。まあ、天使の守り打てるから、まあ、旨味がないよね。天使の守りを。彼に打つのは。お、悪くない。あんまり美味しい交換ではないぞ、これも。行こうか。なるほど。さすがにこれは、取る。これ出すのもったいないけど、有利に動きたいんで出そう。で、一応天使打って、天使の守り、これでターンエンドと。打てる手はないみたいだな。回復しててもよかったな。まあ。まあ速攻ないと信じたらこの動きが強そう。相手手札貯めてく。なるほど。この相手どうやって処理すりゃいいんだ。攻撃対象敵リーダーの場合絶対強いじゃんあれ。そして俺は何もできない。いやこれでテンション上げて終わるのは弱すぎるんだよ。ザキ使うかな。いやザキ説の、いやベホマ相手のベホマ行っちゃう？いや、行っちゃうでしょう。ドローしたい。ちょっと手札が弱すぎる。これで攻撃して、攻撃して、ターンエンドと。速攻なしで残れば、結構強い盤面。今、オークキング。オッケーオッケー。オッケーオッケー。それはオッケー。もっと前出してく。私の技、それはあんまり意味ない。貫通を期待しているのかな。さあ手札をドローあんなされると嫌ですね。なるほど、これはライバン出します。テンション上げます。回復使いまーす。でこれで癒しの波動、4点分。どこに飛ぶか重要。全部オークキング飛べ。もう一丁。よーし、強かった。ちょっとで、まあスカラ使っとこう。打てる手はないみたいだな。これ強いな。ザキも残ってる。いいね。ゾーマもあるし、次の7コスベリアルだから。でベリアルしかないっていう、この手札重すぎだろ。まあまあまあ、蘇生するんでね。言うて。強いけど、その動きは。待て。全部ベリアルで掃除できんじゃん、これ。ちょっと、どういうことなの？あれ、ベリアルが掃除できるぞ、これ。俺のターンだ。これ、ベリアル出す？いや、ベリアル出すしかねえじゃん、この手札だったらさ。掃除。まあ、ここをどうするかだよね。
あの3点を何で取るか、まあまあこれで取れたろ。これでタイエンドと。だいぶ盤面有利だぞ。あ、ベリアルなんで前に出したんだ。プレミじゃん。もうプレミしたじゃん。もうプレミしたじゃん。超申し訳ないわ。なんで今前に出した俺。まあしゃあない。で、あいつは残しちゃダメなんだけど、次の動きを考えた時にここはザキ使っていいのか。使っていいんじゃないこれ。いや使ってみよう。そうしよう。使ってみよう。そうしよう。ちょっとどういうことなの。おら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 。え、待って、こんなククールでゴリゴリ削ってていいの。相手が事故ってたんでしょうね。まあ、手札入れ替えばっかしてたからね。封印、まあ残るっていうのが強い。残んない。あれ、あ、そっか、スカラが消えたのか。なるほど、理解した。さて、君に絶望の味を。何も考えずにゾーマを置いてくスタイル。そしてこれ相手、これ通信中ってなってるけど、やっぱそうだよね、強かったな。すいません、一回プレミしました。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。